中央インコース、しかしつかんだ、浅村5安打2ホーマー、9回の表イーグルスが勝ち越し、一振りで決める、これが4番です。どよめくゾゾマリン、浅村ホームイン、今日5安打です。いやすごいな、これはこっちもすごいな、追い込んだというところは当然マスタリブがあったと思うんですが、インコース行かなくてもよかったかなって気がしますけどね。でそれが行ききれなかったわけですか。行ききれなかったですね、甘くなりましたよねインコースね。外でよかったんじゃないかなと思いますけどね、今のはね結果論になっちゃいますけど。浅村の5安打は移籍後初、17年のライオンズ時代以来自身2度目です。5対3、今度はイーグルス1回のホームラン、9回のホームランという浅村、いずれもツーラン。今のはちょっとね配球が分けたかもしれないですね。もしかしたら